パラマウントビルはアメリカ合衆国ニューヨークシマンハッタン区タイムズスクエアに立つ超高層ビルである1501ブロードウェイとも呼ばれるパラマウントビルは33階建て高さ131.5メートルのオフィスビルである住所はタイムズスクエアに隣接するブロードウェイ1501号で西43丁目と44丁目の間の7番街沿いに一致している かつてはパラマウントシアターが入っていた。1926から1927年にパラマウント映画の本社ビルとして建設された。1998年にニューヨーク市歴史建造物に指定された。パラマウントビルはアールデコ様式の建築で背後にある劇場はネオゴシック様式となっている。このピラミッド状をしたビルの頂上部には ガラス製の玉が飾られており、その下の紙面にはそれぞれ大きな時計が据え付けられている。この時計は十二の数字の代わりに、それぞれが防星型になっており、これはパラマウント映画のロゴを表している。西から見たビルの頂上、時計と玉で飾られている。天井はフレスコ画と金メッキで装飾されており、手すりは真鍮製となっている。 ギリシャ風彫刻や胸像が壁岸に彫り込まれている。また、待合室は当時の聖堂と比べると壮大な様式となっていた。メインロビーには目を引く大きなクリスタルシャンデリアが飾られている。3664席のかつての劇場はビルの背後に位置しており、パラマウント社の主要な映画のプレミア上映をするために使用されていた。 7番街に面したアーチ状の正面入り口は5階建ての高さになっており、精巧なマーキーで飾られている。ここから建物背後の劇場まで通路が通っている。また、劇場の手前は豪華なロビーとアトリウムとなっている。このロビーはパリオペラ座をモデルに白い大理石の列柱、欄干、そして大階段を備えている。アトリウムは、 赤いベルベットのカーテンと絨毯で飾られている。地下からオーケストラ席を昇降することで出し入れすることができる。2008年3月6日の朝、小型爆弾がこのビルの7番街を挟んだ向かいのアメリカ軍徴兵事務所に仕掛けられたが、怪我人は出なかった。ありがとうございます。